おはようございます。まもなく礼拝が始まります。心を静め、今日の御言葉を黙想しつつ礼拝に備えてまいりましょう。
おはようございます。2020年4月19日第三聖日、米沢工場教会第二礼拝を行います。皆様、賛美歌第二編191番をもって主を賛美してまいりましょう。朗読38番詩編第121編をお読みしてまいりましょう。皆様はスクリーンのアンダーラインをお読みください。朗読38番詩編第121編です。私は山に向かって目を上げる。我が助けは
どこから来るであろうか。我が助けは天と地を作られた主から来る。主はあなたの足の動かされるのを許されない。あなたを守る者はまどろむことがない。見よ、イスラエルを守る者はまどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る者、主はあなたの右の手を覆う影である。昼は太陽があなたを打つことなく、夜は月があなたを打つことはない。主はあなたを守って、すべての災いを免れさせ、またあなたの命を守られる。主は今から常しえに至るまで、あなたの出るといるとを守られるであろう。この礼拝の祝福のためにお祈りをいたします。皆様も頭を垂れお祈りにご参加ください。すべてを作りたも全知全能なる創造主なる神様、今日こうして礼拝を持つことができますことを本当に感謝いたします。どうぞお集いになられていますお一人お一人に御言葉を通し、そして語られます牧師先生を通して、神様がお語りくださいますように、どうぞよろしくお願いいたします。一切をお委ねして、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆様、聖歌591番をもって主を賛美いたしましょう。御前にて過ごし
聖書をお読みいたします。コリント人への第一の手紙第12章3節です。口語訳聖書新約聖書の270ページになります。今日はこの聖書の箇所から命の言葉の源泉と題して田中信夫牧師に説教をしていただきます。では聖書をお読みいたします。そこであなた方に言っておくが、神の霊によって語る者は誰もイエスは呪われよとは言わないし、また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるということができない。それではお祈りいたしましょう。天の父なる神様、大変なこのような状況のただ中にあって、このような状況でなければならない神様の身思いを深く知ることができるこの朝の礼拝を、またアメリカでは今夜ですが、ご一緒しているお一人一人を深く覚えて感謝します。このような時にこそ、草は枯れ花は散ってもいつまでも変わることのない命言葉の源泉であるあなたご自身とお一人一人がしっかりと出会い、その関係をさらに深め、その深さが、その確かさが、今画面の前にいらっしゃるお一人一人を通して出会う多くの方々に本物のぬくもりをお伝えすることができる、その使命を深く覚えることができてありがとうございます。どうぞ拙いものを清め、神様の御用のためにお使いください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ということで、拙い私を通して、あなたお一人に神様のお言葉をお伝えする、そんな機会が私の生涯の中でこういう形であろうとは本当に思ってもおりませんでしたし、いやいや、あなたこそ、いや私こそそうだと、そんな声が聞こえてきますね。大変な状況の中で、特に医療に携わる方々は本当に命がけで懸命にそういう状況におられる方のためにも深く覚え、ご一緒に祈りたいと思いますし、お一人一人皆状況は異なるだろうと思います。でもあなたご自身の毎日はいかがですか？そうですね、こういう状況だからこそ、こういう状況でなければならないあなたの生き方が花開く。昨日の天聖人語を見ますとね、こういう状況、閉ざされた状況のただ中に、それがどのようなさまざまな生き方があることを綴っておられましたけれども、大杉栄というですね、反社会的、その当時の政府から見てですよ、何度も牢屋に、牢獄に捕らえられる。その都度またチャンスがやってきた。そして今回は英語をやろう、次の機会にはドイツ語をやろう、そして大きなこの本を、この仕事を、それで何て言ったかっていうと、そうなんですね、もうちょっと半年ぐらい伸ばし、つまりもっと長くいたい、こんなことを言ったというんですが、もちろんこのコロナの消息は一日も早くと、そう私たちに祈りますが、でもいつ明けるかわからないような状況のただ中にあっても、このチャンスを、まさに試練は宝、その実践をあなたがなさっておられることは、なんと素晴らしいことではないでしょうか。先ほど言いましたその天聖人語にはね、なんともこの時こそね、いや聖書全体を、全部全体を読んだことなかったな、いやあったけども20年前だ、いやですから聖書をしっかりお読みなさいと、そのように聖書の
お読みになることを天聖人語がそう伝えておられましたけれども、不思議ですね。いつもは大勢の方々にお話しして、そしてその一員であったのに、今回はあなたが本当に神様ご自身が拙い私を通してあなただけにメッセージを取り継いでくださる神様の聖霊様の働きを心からご一緒に感謝したいですね。さて、今日の聖書の箇所は、今司会者に読んでいただきましたように、あなた方に言っておく神の霊によって語る者は誰もイエスは呪われよとは言わないし、もちろん反対者はもちろんそう言ってましたよ。しかしイエス様を、本物を、神を知りたいという人にとっては、それは聖霊によらなければ誰でもイエスは主であるということができないという、この聖書の箇所です。何人もの方々が、神はわかるけどイエス・キリストが神様だって本当に知りたい、そしてそれを体験したい、そうおっしゃった方々をたくさん思い起こすのです。ある人は新約聖書の福音書を何度か読み起こし、そのイエス・キリストの誕生から、そして弟子たちの足を洗ったところから、そして十字架にかけられたところから、そして死んでよみがえられ、そしてやがてやってくる再臨の日、その全体像を繰り返し読んで、どうぞイエス様が主であることを、神であることを聖霊様によって分からせてください、そう祈ってですね、さまざまな状況ありますけれども、イエス様が神様だ、イエス様が主だ、そう信仰告白なさる方がいらっしゃいますが、そのようなことをまだ求めていらっしゃる方は、あなたへのまたチャンスだろうと思います。で、今日はこのところを、この聖句をですね、深くという、そういう思いもありますが、こういう状況でもありますので、この聖霊様によってイエスは主というこの箇所ではありますけれども、ここからですね、聖霊様っていう方が今人々に、あなたに最も大切な、そうですよね、いろんな状況があっても、どんな状況でも大丈夫という心の平安というものが聖霊様によってあなたに与えられるということをお分かちしたいと思うのです。この第一のポイントはですね、今聖霊様の紹介をしましたが、これはね、日本人への神様からの贈り物、第一のポイントは聖霊、それは日本人への福音、これが第一のポイントです。すなわち、そうですね、この聖霊様、三位一体、天地万物を作られた永遠なる父なる神でも、永遠ですから、限りある私たちにとっては言葉は分かっても、実体としては、そこで2000年前に人間の姿をとって、この地上にあなたに来られたイエス・キリストが主、子なる神、そしてイエス・キリストは人類に救いの道をもたらして、天に変えられる時に、私の名を、暗証番号を入れて、聖霊の神様があなたと共におられる、三位一体、父なる神、子なる神、キリスト、聖霊様、この聖霊様という方は、日本人が福音を理解する最も近道だということを今日は確認したい。そして今人々にあなたを通して必要な平安というものを、ご自分のものにしっかりとなさっていただきたい、それが今日のテーマです。日本人への福音と言いましたけれども、父なる神、よく申し上げますよね、この人格的な神、我と汝、そしてこの全てを作られた全能の神で、このような概念はこの日本の文化の中にはないと言ってもいいと言いますかね、なかなか分かりにくいんですね。ですから、父なる神ということが分からないと、その神様を否定することが罪ですから、その罪ということもぼけてしまう。で、罪が分からなければ本当に救われる、そしてこの私たちが本物の喜びということに対して、どうしてこの日本では
今日まで大勢の宣教師が日本に来られ、そして多くの祈りの中にあるのに 0.1% にも満たない。カトリックの方々ご一緒してもどうしてなのかというと、その辺がポイントだと多くの人々がおっしゃり、あなたもご理解なさるだろうと思います。でも今日はね、日本人向けといったのは聖霊様をよく理解し、その方をあなたにがお迎えする、それはどういうことかというと、この聖霊様のことを聖書で見ますと、例えばイエス・キリストがほら洗礼を受けられましたね。その時この聖霊様が鳩のように、このね、鳩という自然のこう動物、あるいはこう自然界、あるいはですね、この聖霊様に満たされて教会が誕生する時に、あの使徒行伝を見てお分かりになりますように、突然激しい風が吹いてきたような音、そして炎のようにというふうに、聖霊様は日本人には非常に馴染みがあるって言いますかね、こう自然界、何かこう説明し形というよりも、何かこう分からないけれどもかたじけなさに涙こぼれると、そう歌った人がおられるように、説明できないけど要するに分かる信仰、知る信仰、これも大切ですよ。でも感じる、なんとなくこうそういう雰囲気、言葉では説明できないけれど、これがこの聖霊様、あのラフカディオフハーンという人が日本政府の要請で日本をですね、この西洋のようにしてもらいたいということで呼びましたね。でもこの小泉八雲と日本の名前をもうお持ちになるわけですけども、日本に来て非常にびっくりした。なんと日本人は信仰心に富んでいるだろう、本当に信仰心に富んでいて、先ほど言いましたようにね、このいただきます、ごちそうさま、もう自然の当たり前の状況の中で、大自然の中に神を感じ、そしてこの鳩と言いましたけど、炎と火と言いましたけど、そこの中にこの信仰心を見出しているこのハンさんは非常に感動するんですね。その信仰が単なるこの生活文化でなくして、日常生活の中にあって、特にある時島に行ってですね、その島はどの家庭もどの家も鍵をかけてない、もう自分のやってきた西洋では考えられないようなことだ。なんと日本人は宗教心に富み、それが実際に生活にも根ざしているということでしたから、このハンさんはね、この日本の政府からですね、この受け入れてもらえなくなっちゃう。なぜかというと、西洋が素晴らしいから日本に言ってくれってこう言うのにね、いやいやいや、日本はもっと素晴らしいこと、こういう結果にもなったわけで、何を申し上げたいかというと、日本人は信仰心が厚く、この聖霊様を理解するということが一つの大きなあなたへの、またこれからあなたが多くの人々に聖書のメッセージを伝えていくということを申し上げているわけですね。この聖霊様というのはいろんな働きがある。あなたもいろんなことをクリスチャンでいらっしゃると思い起こし、聖霊様、例えば聖霊様によって得られる宝実ですね、工場教会はこの豊かな実を結ぶというこの年になってますが、聖霊様の、ね、御霊の実9つ、そうでしたね、愛、喜び、平安、まあ、平和という訳もありますが、大方平安、聖霊様の最も大切なその働きの一つは、今日のテーマである平安ということを皆様に申し上げたいわけです。平安というのは、この数学的に科学的にというよりも、何とも言えない喜びに満たされ、試練困難があってもそっちに持っていかれない、試練困難や不安な人々をあなたの中にある聖霊様、つまり平安を通して周りの人々がこう引き上げられていく、そういうこの聖霊様の働き、素晴らしいですよね。この御霊の実、つまり平安、特にこのような
コロナのような出来事にありますと、やはり皆さんが本当にこう心配になる、要するに不安になるということです。今の医学ではもう定説常識になっておりますように、心配不安の困ることは免疫力が落ちるということです。また逆に言うと、どんな状況にあっても大丈夫っていう確信と平安があれば、そうですよね、大丈夫だ、この細胞が活性化し外からやってくるこの菌に対しても対抗しうるならば、私たちはその世界を自分のものとし、そんな生き方をあなたが実際に生活の形の中で人々に見ていただける、これがクリスチャンの喜びですもんね。さあ、聖霊様は平安を与えると言いましたけども、2つのポイントは、聖霊は平安を与える。なぜならば、聖書をご存知のように、もしお持ちでしたら第一コリントの6章の19節、262ページよろしいですか。262ページ、第一コリントの6章の19節、ゆっくり読んでみますよ。あなた方は知らないのか、自分の体は神から受けて自分のうちに宿っている聖霊の宮であって、あなた方はもはや自分自身のものではないのである。すなわち、あなたの体、あなたの人生、それはなんだこの体は、人生は、はい、それは平安の聖霊の神、聖霊様をあなたのうちにいっぱいにできる、それがあなたの体、あなたの人生、あなたは聖霊様の宮だと聖書は言うのです。あなたの今心の中には、その平安、聖霊様が満ち溢れていらっしゃいますか。この聖霊様というのは、誰がどんなにあなたを捨てたとしても、あなたの味方となって、あなたにこう言い難い嘆き、言葉にならないうめきでもって、あなたを守っておられる、これが聖霊様の働きです。すべての人が反対してもですよ、その反対の話、世界的に有名なこのピアノの先生がおられました。有名なこのピアニストをね、育てて、一人の若者がその先生の下で立派なピアニストに育ちました。先生も世界に打って出るためにこの若者を命がけで育てたようですよ。そして最初の出番といいますかね、この演奏会、満堂の聴衆、もう空いてる席がない、そこでもって見事な演奏をしました。もうみんな感動しました。そしてそうですね、スタンディングオベーション、全員が立ち上がって、すごい、ブラボー、さすがの大先生のね、一番弟子だ、先生が期待される、あの先生に来てくれって言われて来てよかった、そういう感動の一瞬でありました。そしてあまりにも鳴り止まないので、司会者がピアニストにですね、いやあれはね、アンコールの印ですよ、ぜひアンコールを何か弾いてあげてくださいってこう言いましたら、そのピアノを弾いた一人の若者が2階席をずっと見ながら、いや弾くわけにはいきません、なんでですか、もうみんな立って、いや2階席のあそこ見てください、あそこの あの老人の方ね、はいはい、 あの方は立ってないけど、きっと耳が遠いか足が丸いからでしょ、だからみんな立ってる、だからもう一曲、いやいやあの方がお座りであるならば私は弾くわけにはいきません、こう言った。ですから、なぜですか、はい、あの人は私の先生なんです、あの先生が OK しないというのに私がアンコールなんてとんでもない、こう言ったそうですね。皆さん、すべての人が反対しても聖霊様はあなたに
本物の喜びを与え、あなたを通してその本物の喜びがあなたでなくあなたを通して周りに伝わる。皆さん、あのステパノのことを思い出しますよね。最初の殉教者であり、あの偉大なパウロさんもあの使徒行伝を見ると、そのステパノさんの殉教に加担しているところを、使徒行伝の7章、もし聖書をお持ちでしたら192ページを今開いておりますが、この7章はステパノ先生が一生懸命にですね、神様がどんなに素晴らしいか、聖霊様に満たされて平安を生きることが本物であることを力強く説教する、でもそんなことを聞いたことない人たちが、まあ、猛反対する。この192ページの54節には素晴らしい説教を聞いても、真理とは逆の世界を生きている人々にとっては煙たくてしょうがない。ですから人々はこれを聞いて心の底から激しく怒り、ステパノに向かって歯ぎしりをした。そしてどうした？パウロさんもそこでもってですね、この加担をしていく、こういう状況がその後に書いてますね。ステパノは、サウロは、パウロ先生です、ステパノを殺すことに賛成していた。これ8章の一節ですが、そこでですね、みんな石を投げ打って、そしてパウロ先生は最初の殉教者になっていく。こうして彼らがステパノに石を投げつけている間、ステパノは祈り続けていった。主よ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声で叫んだ。主よ、どうぞこの罪を彼らに負わせないでください。皆さん、すべての人がそして殺されていったんですよ。でもどうして平安のうちでその人々の取りなしを祈りをし、そして天に凱旋できたのでしょうか。55節にこう書いてあります。しかし彼は聖霊に満たされて、天を見つめていると神の栄光が現れ、イエスが神の右に座しておられるのが見えた。そこで彼は、ああ天が開けて、人の子神が、いやキリストが神の右に、人の子が神の右に立っておいでになるのが見えると言った。満道の人々でも、あの先生が引くことはできない。皆さん、この逆の話ですよ。ステパノは全ての地上の人が、ね、反対しても、聖霊様がいつもあなたの味方となって、大丈夫、私はあなたと共にいる、地の果てまでも私の証人になる。お聞きになりましたか。あなたの人生はその聖霊様に満たされ、御霊によって歩きなさい。そうすれば誘惑いっぱいある、それを肉の欲って言いましたね、それに負けないよ。御霊によって、御霊の聖霊様のあるところに自由がある、囚われない、そういう世界があなたにある。皆さん、聖霊様はあなたに対し、私の人生、私の体は、そうか、その聖霊様をお迎えする。聖霊様にはいろんな内容があるけど、今日のテーマで、あ、今死にゆく、もういい、もちろん痛かった、もちろん痛かったでしょうね、ボンボン石を投げつけられる、でもそのことを書いてない、その痛みを忘れるかのように、痛みに満たされる平安は、ああ、人の子イエス様が神様の右にいるのが見える。皆さん、御霊に満たされ、聖霊様によって歩く人生の、なんと素晴らしいことか。このような時代、こういう状況だからこそ、御霊によって歩きなさい。そうすれば肉の欲、つまり試練に打ち勝ち、そしてどのような状況の中にあっても大丈夫、人生をあなたが味わう。それはあなたが聖霊様をつかむのでなく、聖霊様があなたを包んでおられる。ですから昨日も
そのペンテコステの教会のリーダー格であった先生が今米沢のスタッフをしていらっしゃいますけど、どういうふうにそれをお伝えしたらいいかねって言ったらですね、それはね、聖霊様を歓迎することだ、どうぞ私の心の中に聖霊様お入りください、そう祈ることですよ。先生ご自身がそうして聖霊様に満たされておられますから、まさにそういうふうに教えてくださいました。でも、もしあなたが分かった、私も聖霊様に満たされたいと言うならば、聖書のいろんな箇所からその御言葉によってあなたはすでにあなたの宮、あなたの人生は聖霊様でいっぱいだと思いますけども、ルカによる福音書の11章を見ますと、あの有名な求めよさらば与えられん、叩きなさい、そしてあなたの道が開かれていくというクリスチャンでない人もよく知るこのルカの11章ですが、でもあそこの最後に聖霊様があなたのうちに満たされる条件が書いてありますね。そうです、その卵を求める者にサソリを与える者がいるか、魚の代わりに蛇を与える者がいるかと、こういうね、その結論は、天の父はなおさら求めてくる者に聖霊を下さらないことがあろうか。求めることです。神様どうぞ私の人生に、私の状況に聖霊様によって満たしてください。そして満たしてくださったことを信じて感謝します。それが私が感じても感じてなくても、あなたがうちにいらっしゃることを信じます。そうあなたが祈るのです。そうするとですね、それは知的に説明できない、なんだかわからないけども、こうかざじげなさに涙こぼれる、何事かおわしますかは知らねえども、かたじけなさに涙こぼれると、あの採用法師が言ったように、あなたご自身が御霊によって聖霊様にある人生、それを求める、神様はあなたの約束を信じます、満たしてくださったことを信じます、今私は平安に聖霊様によって包まれ、私の骨の髄まで、頭から足の先まで聖霊様によって満たされていることを感謝します、あなたの信じたようになる、そう言われたイエス・キリストは今あなたにそう願い、そうおっしゃっているのではないでしょうか。聖霊様に満たされる、それを毎日の生活の中であなたが活用し、そしてそのことをですね、あなたを通して周りの人々が、ああクリスチャンってそうか、聖霊さんも満たされるっていうのは、あの人昔愚痴が多かったけど、あのこともうおっしゃらない、否定的なことを言ってもそれを前向きな命ある命言葉に変換して私に返してくれる、その命言葉の源泉が聖霊様であることを知り、御霊によって歩きなさい、はい、あなたによって今命を与えられる、心臓動いているのも聖霊様ですね、はい、明日どうなるか分からなくても、今この時に平安に満たされている聖霊様、ありがとうございます。この日を期して今までもそうであられたように、この聖霊様と誠の平安を、そしてあなたを通して、あなたご自身がそうですよね、説明するキリスト教ですと他の説明でもって打ち破られるかもしれない、でもこれはもう先ほどこのペンテコステの教会から来られた牧師先生のことをお話しましたけども、お若い時に聖霊様を体験した、彼はこう言いました、もうこれは説明できないんだよ先生、もう実際に自分の生活の中で起きたことだから、聖霊様に満たされて威厳の賜物の与えられる人、癒しの賜物を与えられる人、それもさまざまな賜物がある、でも今日集約しているのはそうでしたね、平安です。日本では3回のこの大きな流れがありましたね、そうです、富国強兵、先ほどのハンさんじゃないですけども、西洋に真似してですね、国が強くなるように、
そして富国強兵強い、そして戦争も始めてしまったあの歴史もありますが、その後戦争に敗れて日本は貧乏になりました。もう敗に帰しました。そこで人々はこの貧乏から脱したい、豊かになりたい、そうでしたね。そして豊かであること、そして一生懸命に働いて、まあ信じられないほどどの家庭にもテレビが電気洗濯機、それはもう昔でそうですよね、もう一家に何台も車もある。でも人々は何て言ってます？豊かさが感じられない。皆さん、豊かさっていうのはね、あればあるほどだんだん貧しくなるんですよ。そうでしょ？最初のうちはそうですよね、わずかなものでもよかった。これは麻薬と同じで、豊かさというのは増えれば増えるほど、そしてもう戻れない、そういうただ中に私たち日本人はいるのではないでしょうか。でも強さ、強くても弱くてもそうですよね、豊かであっても豊かでない、貧乏であっても、今求められているのはどんな時も大丈夫、誠の平安があなたの人生に、あなたを通して誰かにお分かちしていく、これが神様があなたに願っている、いやいや、あなたに、神様があなたに命を与えられて、このわずかの地上のあなたのお役目は、御霊聖霊様に満たされ、命言葉の源泉である聖霊様によって、あなたの語る言葉に、いやー、癒される、あなたが大丈夫っていうとほっとする、何かこう、これから何かこう新しいことが始まりそうな気がする、すでにそう人々はあなたにおっしゃっているのではないでしょうか。このような状況の中で、米沢に海外から、あるいは日本の各地からさまざまな人が米沢に来られ、たくさんご夫婦の方もいらっしゃる、あるいは単身でいらっしゃる方もおられますが、東京からですね、ある私たち その人の中で、スタッフをしている方にね、電話がかかってきたそうです。米沢、まさか教会に行ってるんじゃないでしょうね。親しいお友達で、相手はクリスチャンでいらっしゃらないそうですけども、教会に行ったり集会なんかしてダメですよ、とってもおもんばかってそう言ってくださったそうです。で、聖霊様によって満たされてお話を聞いてますとね、この聖霊様っていうのは、ね、知恵を与える、つまり表面でないね、深い本質を聖霊様教えてくださる。そのことを体験している彼女は、ありがとう、まずこの状況がね、安心ということは相手にも安心が伝わると思って、教会でも基本的にはクローズし、礼拝もこのようなライブで行い、でも礼拝堂はね、こう間隔を空けてね、そしてどうしてもの場合には座る、だから東京とはまた違いね、町に出てももうそういう交わり、だからものすごくあなたのいる東京よりもよっぽど気をつけ、またでも安心で大丈夫ということを言った時に、なんかこのこちらの大丈夫の安心が相手に伝わったようで、ありがとう、電話してよかった、そう言われたそうですよ。でも聖霊様に満たされている彼女は、聖霊様を教えてくださったそうですね、この私を心配してくれている、でもその背後に不安なんだよ、だから電話をもらった、平安でお返ししなさいと聖霊様に教えてもらったっていうんじゃないですか。そこで、私たちはコロナになるならない関係なく、いずれこの地上の生涯をさようならする時がある。それは早いか短いか様々、でもこういうことになると不安になるよね、でもね、
どんな状況でも、あってもなくても、強くても弱くても、金持ちでも貧乏でも、どんな時でも、ああいいな、そんな平安を私は米沢に来てそれを味わい、それを人々にお分かちできてるって、私とっても嬉しいのと言ったらね、電話の向こうから、私もそんな平安欲しい。クリスチャンでない彼女は聖霊様に導かれてそう問われたようです。彼女は大丈夫よ、私ね、あなたのために祈っていた。本当の本物の平安が私を通して、私はできないよ、でも私を通してあなたにお分かちできたらな、そう思ってたの。彼女は、私それ欲しい、じゃあ私の後をついてお祈りして。初めてのお祈り、神様、私は長い間本物の平安、神様を知らないで生きてきました。それが神様への反逆といって、それは罪ならば私はまさに罪人でした。でもその罪のために死に三日目によみがえったイエス・キリストが、私に救いの道、本物の平安の贈り物をくださるために、私もイエス・キリストを信じます。どうぞ聖霊様によって私を満たしてください。満たしてくださったことを信じて感謝します。もちろん区切って応答、区切って応答なんですよ。3日目、あのお祈りしてもらった後、私聖書も読んだこともないのに、全然分かんなかったのに、あのお祈りの後から、もうテレビ見て暗いニュースでガタガタ震えてたのに、もう見たいと思わないし、人々が言っても私振り回されなくなった。こういう世界が本当にあるんですね。あなたに電話してよかった。本当は不安だから電話したんだけれど、あなたから平安が返ってきた。皆さん、このような状況の中で多くの人々が混乱し、困難の中にある人々に主の助けがあるように、早く収束するように。でも最も大切なことは、命言葉の源泉である聖霊様によってあなたが満たされ、あなたが潤い、そしてあなたの潤いがあなたを通過して、お目にかかれなくても電話が来たら、その電話はあなたがまさにあなたの確かな平安を分かちできる最高のチャンス、あなたにもその豊かなチャンスが今週必ずあるからです。お祈りします。しばらくの間目を閉じながら、3つのことをお話しましたよ。聖霊、日本人への福音、聖霊、平安を与える、聖霊様、その方をお迎えするためには、そうでしたね、それはこちらからもぎ取るのでなく、神様の方からもうその聖霊の宮としてのあなたの存在であり、こじ開けて聖霊様入られないので、聖霊様、どうぞ私のうちにお入りください、平安が私のうちに満たされたことを信じて感謝します、そしてこの平安が私のうちから泉となって、私と出会う人々にお分かちできることを信じます。皆によって祈ります。アーメン。
いつも私たちに平安を与えてくださる聖霊様に満たされ、共に今週もご一緒に歩んでまいりましょう。皆様、賛美歌354番をもって主を賛美し、献金をしてまいりましょう。祝された礼拝と献金の感謝のお祈りを回収を代表いたしまして金藤浩一先生にしていただきます。また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるということができない。愛する天皇お父様、この爽やかな朝に本当に、こういう状況だからこそこういう状況でしか聞くことのできない幸いな説教を牧師先生からいただいたことを感謝いたします。天皇お父様、今日は特に聖霊様について、聖霊様の実態を伴ったメッセージをいただきました。心より感謝いたします。私たちが聖霊に満たされ、平安に満たされ歩むことによって、神様、一人でも多くの方々に命の源泉である御言葉をお伝えすることができますから感謝いたします。またあのステパノが自分の命を投げ打って殉教していったように、私たちのこの短い人生の中で神様、あなたを証しすることができますからありがとうございます。主を聖霊に満たしてください。私たちが聖霊様をもぎ取るのではなく、聖霊様が私たちのうちに宿り、
聖霊様の宮として私たちを祝福してください。神様、感謝いたします。今心いっぱいの献金を捧げさせていただきました。まさにこういう時であればこそ、あなたの御国の建設のためにこの献金をお持ちください。今ライブ配信で今ご一緒してくださっている聴衆の方々とともに、この祈りを尊きイエス様の御名を通してお祈りをお捧げします。アーメン。唱詠聖歌383番を賛美した後に祝祷をしていただきます。恋願わくは父なる神の愛、主イエスキリストの恵み、聖霊の親しき交わりがお一人一人に豊かにあらんことを。アーメン。本日は、日本全国そして全世界の皆様がご一緒にライブ配信を通しての礼拝を捧げることができましたことを本当に心より感謝いたします。どうぞお一人お一人のお祈りとともに、また共に主に捧げる礼拝が祝福されたことを感謝しております。これからの礼拝のご案内の方させていただきたいと思います。これからの礼拝ですが、4月の26日、5月の3日、第1礼拝4時15分、第2礼拝10時半からライブ配信でさせていただきます。一般公開となっておりますので、どなたでもご覧になることができますので、どうぞこの機会にお友達の方にシェアしていただいて、大いにこの礼拝の方にご参加いただき、ご一緒に神様を称えていきたいと思います。なお水曜日の祈祷会ですけども、今動画配信をされております。先ほど司会をしてくださいました吉田誠先生のメッセージが今流れております。今週の22日の水曜日午後の7時半から動画配信となっておりますので、ご一緒に賛美、そして祈り、そしてメッセージの時をご一緒したいと思います。メッセージは金藤浩一先生がメッセージをしてくださいますので、どうぞご期待を持って祈祷会、そして、礼拝の方に臨んでいただきたいと願っております。それでは、トータルカウンセリングスクールの方からのご案内を宮國先生からご案内していただきます。はい、皆様こんにちは。いつもトータルカウンセリングスクールを愛してくださり、参加してくださりありがとうございます。皆様にご期待いただいて、今年もセミナーを次々と開催する予定でおりましたが、この事情によりまして、昨今の事情によりまして、年内のトータルカウンセリングスクールのすべてのセミナーを一旦中止とさせていただきます。皆様にはご迷惑をおかけしますけども、また状況が整いましたらその時にご案内をさせていただきますので、年内はひとまず中止ということをご連絡させていただきます。
そして今ですね、それに代わりまして私たちトータルカウンセリングスクールスタッフ総力を挙げてですね、オンラインインターネットでのセミナーを今準備しております。早急に準備し皆様にも早くですねご案内できることを一度願っておりますので、ぜひご期待を持ってですねこのオンラインのインターネットセミナーにご参加いただきたいと思います。今後とも TCS をどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。今週1週間も聖霊なる神様が私たちと共にいてくださり、尽きることのない平安を私たち一人一人に与えてくださいます。その主と共に歩んでまいりましょう。ありがとうございました。